いらっしゃいませ。読書しそともの「ライブラリーチャンネル」へようこそ。今回は戦争について考えさせられる漫画をご紹介したいと思います。こちら、戦争は女の顔をしていない、スベトラーナ・アレクシエービチ原作、早見ラセト監修、小梅ケイト漫画、角川から出版されている全3巻のコミックです。こちら、一昨年かな、2020年に発刊されて以来かなり話題になっている作品です。原作はロシアのスベトラーナ・アレクシエービチさんが書かれているノンフィクションなんですけれども、それをコミックとして読みやすくしてくださっています。ただ全3巻で漫画ですごく読みやすいのではあるのですが、やはり戦争ものなので、そのグロいものが苦手とか戦争もの得意じゃないという方にはあまりおすすめできない作品かなと思います。おすすめな人は、国外の戦争について知りたい、去年2022年本屋大賞を受賞した同志少女よ敵を撃て、その、モデルとなった人たち、その女性兵士、少女兵士たちの他の物語が読んでみたい、また戦争について今一度考えたい、こんな人たちにはぜひおすすめの作品です。内容を説明していきます。こちらは舞台は1940年代、第二次世界大戦中の旧ソ連が舞台です。旧ソ連は、ナチス、つまり今のドイツと戦っていました。ここで女性たちは男性と一緒に自分たちも一緒に戦いたい、ナチスをやっつけたいという思いからいろいろな形で志願をしていきます。それこそ、女性兵士や、それから衛生兵といわれる今でいう医療関係者ですね、それから選択をする人たちなど、さまざまな形で働きに出ます。女性としてスカートを履いたり、女性としての喜びというか人としての喜びですよね。もはや恋をしたりということを完全に封じて、男物の服を着て、男物の下着を履いて、男と一緒に銃を持って前線に赴く彼女たちの姿というのは勇ましくって、とてもかっこよく思える反面、そこまでして男らしくないとこの中でいることは決してできないということを突きつけてきます。2巻3巻と巻が進むにつれて、この物語はどんどん戦争終結に向かっていきます。しかしこの戦後、3巻では戦後がいくつか描かれているんですけれども、戦後を描いているにもかかわらず、より辛い目に遭う女性たちが描かれていて、そこはやはり女性が軍に行ったからとかそういうものではなく、戦争というものに行ったからで、プラスそれが女性だからということで、かなり白い目で見られていたという現実が描かれています。この話、最初私タイトル読んだ時に、戦争って結局男がやるものだよねとか、そういうイメージだったんですよ。でも読んでいくうちに、そういうことじゃないんだろうなって思い始めました。というのも、ここに出てくる男性たちっていうのは戦争が好きでやっているんじゃないんですよ。ただ祖国を守りたい、そ
それだけでやっている。特に戦争を仕掛けたいとか、戦争で何か儲けてやろうだとか、何か利権を取りたいとか、そういう思いでやっているのではなく、男女ともに自分の国にいる家族や国を守りたいだけなんですね。だからそうじゃないんだろうなと思いました。でもなんでこのタイトルがついてるのかっていうのを私なりにお話ししていきたいと思います。私はこれはここに出てくる女性たちが戦争に行った時に男物の服を着て男と一緒に男と同じことを何の文句も言わずにやっている様や、その姿に対して男性がバカにしてくる様を見て、やはり戦争っていうその一つの戦争っていうその一つのもの自体が男という性別というか存在で出来上がっていて、そこには女は一切入り込める隙がないというか、これが男なんですね。で、そこに女は入ってないから顔自体も男であって女の顔をしていないという意味なのかなと思いました。ちょっと言葉が足らないんですけど、戦争っていう一個体がもう男性男の顔をした何かであって、そこに女性女という何かが入り込む隙がないと言いますか、人間ですら女性と男性らしさどっちも合わせ持っているのに、戦争という個体はもう全てが男であって、そこに女性は入り込む隙がないのかなと思いました。だ、戦争ってそんな簡単にこれですって割り切れるようなものでもないような気がしたんですよね。これを読んでて、なんかそういうものも全部含めたタイトルなのかなと私は思いました。よかったら皆さん感想を読まれたら感想を教えてください。で、これ全体を読んだ私の感想なんですけれども、とにかく一巻一巻、そんなに熱くないんですけれども、でも、その内容量がとても熱くって、これ一巻は戦争の初期頃かな。まだ国に帰れたりとかしている。2巻だとちょっとより奥の方に進んでいくので、より凄惨な場面が出てきます。3巻は先ほど言った通り戦後なので、それでもやっぱり戦後だからこその辛さというものが描かれていて、一冊一冊やっぱり重厚で重かったです。で、これ1話あたり1人の少女、もしくは2話あたりで1人の少女が描かれているんですけれども、それはその、インタビュアーがいるんですね、この中に。インタビュアーの女の子に対して女性兵士として戦った人たちがインタビューや対話形式で答えていく、そういう感じで話が進んでいくので、1個につき1人なんです。で、たまに2人同時に話されるときは2人の話を1つにという形で、インタビュアーも女性だし、インタビューされる側も女性という外枠の中に独ソ戦の話が入っているという形を取られていました。なので読みやすいは読みやすいんです。聞き手がいるので読みやすいんですけれども、話の内容がちょっと濃くて
暗くてリアルで、まあ、苦手な人は苦手かなと思うんですけれども、私個人としては、あの戦争を知らない世代は一回みんなこれでいいから読んでほしいですし、これの原案となっている元の戦争は女の顔をしていないもぜひ読んでほしいなと思っています。ぜひこれ、この本をきっかけとして、今世界で起きている戦争や過去に日本が体験した戦争についていろんな世代に考えてほしいなと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよっていう方はチャンネル登録や高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。皆さんの読書ライフの助けとなれたら嬉しいです。